ございます。今日は7時に起きました。でもそっからもうベッドから出るのがやばい。ほんまに。おはようございます。はい、オーケストラ界隈デビューしました。私もやりたいなって思ってたんですよ。昨日、南原ちゃん、出演おめでとう。ありがとうございます。まだ眠いです。おはようございます。三重トリオの三重奏。三重奏ですね。記者いっぱい。兄さんにのティックトックめっちゃ笑った。オーケストラ界隈人気。この前ね、小井さんに言いに行ったんですよ。私もオーケストラ、一緒にこうオーケストラ界隈させてくださいって。昨日、ふーたんがランキング見で牛タン真似して、ふーたん真似してたん？かわいい。かわいい。おはようございます。ちょっと今日は頭回らへん日かも。あ、今日は15分だけします。おはようございます。
今日はヨーグルトを食べました。まだ咲いてないです。ちょっとやばい。おはよう、ウルトです。今日はいい女の日らしい。え？あー、なるほど。なるほどね。せいちゃん咲いてるよ。今日ちょっと咲いてないかも。あ、南蛮ちゃん、お疲れ様でした。そういうタイプのちゃんの日。嬉しい。今日はちょっと眠い。やっぱ朝は眠気がやばいですね。どうしようみたいな。ウニタンさん、俺のアメリカ給食ありがとうございます。え、菓子パン星5引いたんで楽しんでます。え、なんかめっちゃ引いたのに。もうコインめっちゃ使ったのに全然自分寝なくて。お、今日は昨日より目が覚めてるね。確かに。昨日よりかはマシやけど。でもやっぱ眠いな。水曜丸さんどうもない。指揮者界隈デビューおめでとう。ありがとうございます。ちょっと初で。テンション上げてこう、テンション上げてこう。今日は外に出ると目が覚めるくらい寒いよ。わあ、それは逆にな。逆に覚めるな。髪を下ろしてる方が好きです。髪を下ろしてる方が好き。朝にもな。髪を下ろしてる方にやってるって言ってもらいました。いつもくぐってて、下ろしていったら。せや、なんか思い出してんけど、なんか、あきら先生がカジェッパでなんかユーリのランキング5位のとこにおって、やばいですよね。5位やばくないですか？で、風冷たい？見えというより練習しましょう。やりたい。激しい指揮者で熱かったです。まあ、勢い大事で。昨日劇場でナンバルジャンしてるの見たら、あ、ほんま？ヒートテックデビュー。もうヒートテックじゃないと死んじゃう。電車で寝ようと思ってたけど、サイポーじゃないじゃん。ありがとうございます。あきら先生、毎回推し決めてランキング入ってるんだよ。え、なんか、称号もついてたんですよ。称号は、なんか、こよりさんので、ね、
ランキングはなんかユーリンのやつの 5位に入ってました。でも私もね、コノノのランキング20代なんですよ。20何位か30位くらいなんですよ。ほんまに自信あるから。コノノの星5セットしてあるから。おはようギュータン、おはようございます。お兄ちゃんペンライト売ってた。あ、ほんま？お兄ちゃんのペンライトを見つけましたよ。毎日配信本当に偉い。団子一本。団子一本。ありがとうございます。昨日はクリスさんとユリンと一緒に帰ったの。あ、そうなんです。あきら先生、50音順で教えを書いてます。おお、なるほど。学校間に合うの？学校間に合いますよ。めっちゃ急いだよ。カジパのマージャンは庭手の方をしているのかな。私は1500点の方やってます。なんか長すぎたらなんかあれなんですよ、なんか 短いのをいっぱいやってます。いつか国士無双やるので。おはようございます。対戦して勝負や、勝負や。あ、波動とマージャンやったことない。なんか、うまいかもわからん。え、待って、やりたい波動と。ちょっと今日対戦、申し込もうかな。波動に。私もマージャンのルール、わかったので。マージャンの役？国士無双しか覚えてないですね。なんか、1と9揃えるやつなんですよね。はい。あ、せや、ちょっとじゃあ、そろそろ牛タンタイムしてもいいですか？あ、いいよ、ありがとうございます。じゃあ、牛タンタイム、いきますね。いきます。牛タン、13、アセヤンさん、ありがとうございます。牛タン、12、デコデコさん、ありがとうございます。牛タン、11、ベックさん、ありがとうございます。牛タン、ジュースネドラさん、ありがとうございます。牛タン、ティユーさん、ありがとうございます。牛タン、8、高人さん、ありがとうございます。牛タン、7、リーさん、ありがとうございます。牛タン、6、トッシーさん、ありがとうございます。牛タン、5、タイムファイヤーさん、ありがとうございます。牛タン、4、日高浩二さん、ありがとうございます。牛タン、3、君人さん、ありがとうございます。牛タン、2、マッサンさん、ありがとうございます。あ、間違えた。そして、1位は、ドゥルルルルル、ブーン。1位、コニタンさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、
朝配信ありがとうございました。学校頑張りますね。ありがとうございました。じゃあ、また明日。バイバーイ。